はい、こんにちは。今日はね、実はね、僕の妻がね、先日自転車に、当てられました。接触事故を起こされました。これなんで起こされましたかっていうと、これね、損害保険会社がね、本当にひどい。まずね、その自転車、3つの危険運転をしておりました。左の脇をずっと見ながら、前方も見ないで、歩道から車道に見ながらですよ、こっちを。そして、妻の車にぶつかってきました。もう一つ、二つ目。イヤホンをしておりました。これもね、絶対ダメなことです。そしてね、三つ目。合流するときに後方確認義務違反。このね、三つの危険運転をしていたにもかかわらず、こちらのですよ、こちらの保険会社が、自転車は交通弱者なので、本郷さんの方が悪いですと、はっきり言いました。確かにね、交通弱者というのはわかります。ただね、まずその損保のね、態度。と、示談をする気がないその態度も言葉遣いも全て悪い。なので、僕はねちょっとねかなり、強めに指摘をしました。そしたらね、改めるようになって向こうと交渉をようやくするようになりました。これね、思ってるんだけどもね、ドライブレコーダーの映像も撮っておるっつってドライブレコーダーのね映像も撮っていますので、そちらの方もご覧くださいね。ツーリングしながらちょっとね、ちょっとこれね、交通法規変えてもらいたいですね。法律を。危ないです。自転車本当に危ないから。特にね、高齢者もそうだけどもね、子供はね、逆走もするし何もするしね、踏切もね、違反して渡るし、ちょっとね、考えていこうと思います。では、こんにちは。ね、オープニングで言った通りね、ちょっと自転車のね、事故にあってね、自転車の事故にあったっていうか、自転車がぶつかってきたんだよね。ちょっとそのことについてね、コメントしていこうと思います。いやね、ここはね、もうすぐ行ったら観音崎公園です。これね、バイクの6ヶ月点検出して、とてもね、好調です。いやー、まずね、僕が疑問視をしているのが、自転車が交通弱者だと。わかるよ、それはね。わかるんだけどもね、ちょっとそれにも限度があると。もう一回ね、説明をすると、これ鎌倉なんだけどね、鶴岡八幡宮のね、八幡裏っていうところにね、車のね、お祓い所があるんだよね。で、大船方面から、まあこれね、鎌倉とかね、あっちの方の道路、詳しい人じゃないとわかんないと思うんだけども、大船の方からね、鎌倉の方に向かっている、最中、大きなね、右カーブ、下りの右カーブがありまして、そこを通過してね、さっき言ったその車のお祓い所があります。そこまではね、歩道があるんだよね。この左側にね、歩道があるんだよ。で、車のお祓い所あたりから歩道がなくなるんだよね。で、僕がね、ちょっとこれはどうなのかなってね、思うのは、その中学校のね、中学生の男子なんだけども、危険運転をね、3つやってます。で、どんなね、危険運転なのかっていうのはね、まず、1つ目は、脇見運転で、左をね、自転車を漕ぎながら、左をずっと見てた。でね、左の上の方を見てたのかな、本人はこうね、観光客を見てたっていうね、証言なんだけれども、
まず一つ目のね、危険運転、脇見運転、前方不注意です。そして、もう一つ、イヤホンをしておりました。で、これは、ドライブレコーダーね、うちの、こっちのドライブレコーダーが、僕がね、アップさせたら、間違いなくね、iPhone のイヤホンをしておりました。あの、コードのあるやつね。はい。で、ここにもね、リモコンが見えましたね。と、あとは、歩道に合流するとき、後方確認しておりませんでした。これはね、本当にね、危険行為。三つとも危険行為です。妻のね、そのドライブレコーダーの妻の運転を見たところ、ここもそうなんだけども、センターライン、オレンジのね、センターラインあります。これの車半分ぐらいまで行くぐらい回避をしておりました。そこまで膨らんでんだよね。で、ちょうどギリギリ向こうからね、対向車がなくなっている、来てなかった時だったから、まだいいけども。あれで来てたら、こっちはどうするんだっていう話なんだよね。で、その本人は、後方確認をしないで、左をずっと見たまま、ここね、ちょっと面白いんだけども、僕がね、確認、拡大をして確認したところ、歩道がなくなるときにね、下り右傾斜、歩道がね、ここトンネルだから見えないか。ちょっと待ってね、トンネル出るまでね。左右傾斜、歩道が、なっておりました。で、その自転車は、左をずっと見てるわけだよね。ずっと左を見てんの。で、下り右傾斜、右下り傾斜、まあ、どっちでもいいや。でね、よく見ると、左を見てて、下りになる、右に傾斜してるっていうのが、本人は気づいていなかったみたい。で、ここが、そう、面白いというか、問題なのは、セルフステアになってました。要するに、自転車側が、右側にハンドルがセルフステアで切れちゃってたんだよね。でも、本人は前を見ていないもんだから、こうやって、自転車がね、右に行ったっていうのがね、認識できてなかったんだよ。そんな感じだった。なので、これは3つの危険運転が生んだ。あと、イヤホンしてるからね。ちょっと三半規管おかしくなってるから。危険運転、3つの危険運転が生んだ、自転車の膨らみです。で、これ僕が、なんでこういう動画を上げようと思ったのかっていうのはね、ぜひ、皆さんもドライブレコーダーを動画を流すので、見てください。ドラレコってすごいよね、やっぱり。皆さんもね、これ見て判断してください。僕がね、まず、車のディーラーの人と、保険、まあ、保険屋さんもそうなんだけど、保険、こっちのね、損保もちょっと後で言うけれども、あとは、現場のね、駆けつけてきてくれた警察官の方も、言っておりました。これは、完全にね、自転車の方に過失がありますと。で、その件をね、まあ、こういうことはね、交番のおまわりさんは、介入することができないからね、民事不介入だからね。そうなんだけど、わかるんだけど、保険屋さんにね、このことをお話をしました。そうすると、こっちの保険会社ですよ。
こちら損保ですよ。自転車は交通弱者のため、本郷さんの方に、すべて過失がありますと、妻が言われました。え？どういうこと？いや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 、こっちは逆に危ない目に遭ってる。車も傷ついてます。助手席のね、ドアと、その後ろのね、ハッチ。アルファードです、黒のね。傷ついた上で、危険な目にも遭ってます。それが、自転車の全ての過失のおかげで。でも交通弱者ということで、こっちが、例えば全部が悪くないにしても、僕的にはね、そう、その保険会社が、示談をしようとしないんだよね。向こうの、自転車側のお父さんの保険会社と、普通さ、何パーセント何パーセントって、お互いでこう詰めて話すじゃない。車が7割。例えばバイクだったらバイクが3割とか。でも、交通弱者のため、パーセンテージ、もう言ったら、示談交渉をしないで、110-0か91っていうように言ってたんでね。いやいや、示談交渉しろよ。向こうが全部悪いんだから、いくら交通弱者って言っても。これはね、僕はね、怒ってるよ。で、全く話を進めようとしないもんだから、こっちの保険がね。なので、ちょっとね、厳しく。僕はね、僕が言うとね、すごい厳しくなっちゃうから、そのね、ディーラーの人に全てお話をして、保険屋さんにね、ちょっと電話してもらったんだよね。うん。そしたら、翌日、そのね、女性もね、本当にロボットみたいな回答しかしないんだよね。あとは、一回電話が来ただけで、あとは全部 LINE。で、文字もね、本当になんか冷酷な魂がこもってないようなね、文章で。その文章も、まあでも、どうなんだろうな、見せちゃいけないか。ね、プライベートの、あれだからね。で、ドライブレコーダーはね、その少年の顔映ってないんで、公開します。でね、翌日に、お詫びの電話が来まして、本郷さんは何対何をお望みですかと。うん。まあ、バイクちゃうわ、自転車と車だったら、その車の方がね、悪いことにはなるかもしれないけれども、できて5-5。できなくても6-4ぐらいまで。こっちがね、6、向こうが4。くらいまで、やる気を見せてくれと。言ってもらって。あとは、これはもう、ディーラーの人にもお伝えしたんだけども、ちょっとこの保険はもうやめようと思ってますと、今回を機に。っていうのは、はっきり言いました。まあ、どうするかわかんないけどね。なので、ちょっとね、損害保険会社って、僕もね、前、損保、何度も何度も使ってるけれども、車でね。やる気がない社員多いね。こう言ったらあれかもしれないけど、僕がその運が悪かったのかもしれないけれども、ちょっとね、やる気がない。働くんだったらちゃんと働いてもらいたいね。こっちはさ、毎月高いお金払ってんだから。ね。あと、今ね、これはまあ、保険屋さんの方にはね、話しないけれども、こっちのね、車の修理、保険をね、使ったら、まあ、こっちの、まず最初ね、5万円こっちがね、持たないといけない保険なんで、5万円と、全額、総額が、25万円ぐらいします。それは、やっぱり、正規ディーラーって、パーツ全部買えるよね、板金しないでね。なので、その値段です。で、それで保険を使って修理をするとなると、毎月の保険料金が上がりますね。それをね、ちょっと計算したんだよね。
まあその25万円全部かかるかといったら、あの感じだったらもっと安くはなると思う。後ろのね、ハッチの扉側が。多分コンパウンドで落ちると思うんだよ、あれは。安くはなるとは思うけれども、それでも、毎月のね、保険料上がる金額をね、計算したんだけれども、6年間で16万6千円ぐらい高くなります。なので、多分、修理代が安くなって、まあ、もろもろ考えても、6年間、こっちが分割で払うのと同じことになるんだよね。毎月の保険料が上がると。そこを加味してみると、ちょっと待ってくれよと。保険を使ったら、得するのは、その正規ディーラーと、修理代をもらえるわけだから。正規ディーラーと、保険屋じゃないかなって。妻と話して。いや、これは、ちょっと、まあ、言い方悪いけども、これ騙されない方がいいぞって。で、あの傷でね、横に1本ピュって入ってんのと、後ろがね、2本ピュッピュってね、上下に入ってんだけれども、まあ、さっき言った通り、後ろはコンパウンドで治るのと、前はね、前もコンパウンドで行けたら治りそうなんだけども、っていうレベルのね、自転車だからね、自転車のハンドルと、ブレーキかな。ハンドルなのかな？なので、そこだよね。そこが、どうなのかなと。で、ちょっと、安くやってくれる、板金屋さんが、これびっくりしたんだけど、調べてたら、この間僕が6ヶ月点検に行った、バイクショップの、徒歩1分のところにあったの。だから、ついでに、聞いてきました。結果は、まあまあ、綺麗に、まあまあというか、綺麗に治りますよと。で、ちょっとサービスをしてくれるみたいで、それで、4万5100円で治ります。なので、今ちょっと、意地悪じゃないけどね、保険屋さんに、頑張って、交渉、頑張って働いてもらって、それなりの仕事をしてもらってる間に、まあ結果が、いい結果であろうと、悪い結果であろうと、保険は使うのはやめようと。一応今のところそういうことに話し合いでなってます。で、あえてもう働いてもらってます、保険屋さんに。ということで、まあね、そういうことなんだけど、ちょっとね、ドライブレコーダーの映像を見てください。どうぞ。どうでした？皆さん映像を見た時点でどう思いますかね？コメントください。いくらね、交通弱者っていうのは分かってるよ。交通弱者はね、自転車はそうなんだから。であっても、これはないよね。で、まだね、少年ということでね、まあトラウマになってもらいたいな。やっぱりね、事故ってトラウマにならないと安全運転しないから。厳しいけどね、ぜひトラウマになってもらいます。もらいますっていうか、なってください。で、大人になって、バイクとかね、乗ってもいいじゃないですか。その時に、今回のね、このおかげで、
事故ね、起こさなかったら、それはそれでなんかの力になれたのかなっていう、ちょっと、ね、思います。子供の教育です。でね、保険屋さんにはね、相手の保険会社にね、その親子にね、当事者とお父さんに、このドライブレコーダーを見せてくださいって、こっちがね、言ったんだよね。なので、お見せしますと。で、しっかりとね、自分のミスをね、勉強してね、ああ、こういうことなんだ、イヤホンしてて、自転車を運転してたら、こうなるんだ。こんなに、大事にね、ゴールデンウィークですよ。まあ、ただなんか、休みもね、ある休み、楽しい休みなのに、ちょっとしたことで、こういうことになっちゃう。嫌な思いをしてね、解決するまで、嫌な思いをします。っていうね、トラウマになってもらいたい。いいトラウマになってもらいたい。ということでね、このね、ドライブレコーダー、皆さんもね、忘れないでください。ドライブレコーダー、何かね、事故を起こしたら、まずね、マニュアルボタン、ピンと押したら、それの前後ね、何分っていうのが取れます。なので、マニュアルボタンがあれば、マニュアルボタンを押す。じゃないとね、あれ、徐々に、じゅんぐりで消えていっちゃうからね。と、あとは、一番大事なのは、車のエンジンを切って、すぐにドライブレコーダーの、電源を切ってください。でね、今は、僕たちのね、ドライブレコーダーはね、真っ暗。僕たちのね、ドライブレコーダーは、マイクロ SD カードだったので、これがね、パソコン、僕のパソコンが本当動かなくて、で、iPhone ね、直接カメラローリーに入るっていうやつがあるから、って言って、マイクロ SD か、SD アダプター、接続するやつをね、買ったんだけども、妻がね、高いって言うから、純正じゃないやつを買っちゃったんだよね。普通だったら4000いくらするんだけども、1000いくらのやつを買っちゃって。まあ僕もね、まあそんな使わないし、まあでもいいんじゃない ?1000 いくらのでって言っちゃったんだけど、全然読み込みませんでした。で、ケースをつけてると、ジャックに入らないわった。多分、まあ中華製かなんかなんだと思うんだけどさ。っていうね、ちょっと嫌な思いもしたので、やっぱり iPhone のね、ジャックとかもね、買った返品作業とかイライラするので、そういうのはね、やっぱり嫌なことばっかり起きちゃうから。こっちはね、いくら気をつけてても、やっぱり限界があるよね。まあ、そんな感じで、ドライブレコーダー皆さん見て、ちょっといろいろ考えてみてください。では、また次回のツーリングでお会いしましょう。チャンネル登録、いいねボタン、ノーティフィケーション、お知らせですね。あと、コメントの方もお待ちしております。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。